おはようございます。11月1日です。今朝の温度は3度、湿度は 63%。 もうとにかくよく寝れました。もう今朝目が覚めた瞬間にうわー寝たーと思ったので、もうこれ久々に気持ちいい睡眠ができました。ここってなんとなく怖くて、まあ水辺って何とも言えない怖さを持ってるんですけど、ここはまた特別な怖さがあって、遠くで歩いてる動物のこう枯れ枝を踏みしめた音とかしか聞こえてこないんですよね。あとはまあ水の流れる音で、気温が低くなるとここもやが立って全面に真っ白になるんですよね。今のが当たりだったのかどうか、ちょっと分かんない。ここ初めて来た時にどれぐらいまであったかもう忘れちゃったけど、いつものようにずっと釣れてなくて、でもう魚が釣れるってイメージが全く持てなかったところに、ここに来た時に、大きいニジマスと、まあ、もう一匹も大きいんだけど、比較すると、その大きいニジマスに比較すると一回り小さいニジマスが一緒にペアで泳いでるのが見えて、でもう明らかにニジマスだって分かったので、そっからここ通うようになって、で最初に釣れるまで時間かかったと思うんですけど、一回動画に出てくれた田村さんと一緒に来た時に、田村さんがその見たことないニンフを持ってて、それをつけたら、まあ当たるは当たるはで、そっからですね、あそうかと思って、ちゃんとこう魚の興味を引くフライを使ったら釣れるんかと思って、そっからは通いました。まさにこうやってじーっと見て、足元までニンフを泳がせて、でその時に魚が寄ってきてそれを口に入れるまでとかも全部見えるっていう、こう今までになかった、やっぱり背の中にこうニンフを流して、でインジケーターが反応したら合わせるっていうようなことしてたんだけど、まさにサイトフィッシングですよね。ここはご覧の通り、もうここがポイントみたいに絞り込みができないので、なのでここに初めて来て魚の姿を見て釣り上げるまでは、やっぱり魚がこの中を回遊して餌を探してるっていうのを目で見ていなかったら、そのじっと待つっていうことはできなかったかなと思う。ようてさん見事。雪は僕はウィンタースポーツしないからあんまり好きじゃないけど、でもようてさん見ると本当に美しい姿は冬だなと思う。前カヤックに乗ってゴムボートに乗って田村さんとあそこに行ったことを言ったんだけど、ちょっと徒歩で行けるかどうかは微妙。ビビりました、桜マスに。もう油絵の世界ですね。寒いけど綺麗。
今引っ張ってて当たりがありました。くそー、綺麗。まだ4時前ですよ。3時40分ぐらい。もう少し川の様子見て、もう暗くなるから釣りは川には降りないけど、少し見て帰ろう。とりあえず、まあ今日は釣れなかったけど入れたっていう、まあもうちょっとシーズン残り短いから、あとそんな何回も行けないと思うけど、あと1回ぐらいは行きたいなと思ってます。